現在のオウムの生息地を赤で近年化石が発見された場所を青でそれぞれ示す。オウムはオウム木オウム科に属する21種の鳥の総称である。インコ科、ミヤマオウム科、ニュージーランド産の大型のインコとともにオウムメを構成する。現存するオウムメの系統の多くは様々な面で解明されていない。しかしながらオウム科を 独立した土賀として位置づけることは広く認められている。オウムカはオーストラレーシアに分布しており、その範囲はフィリピン、ワラセアのインドネシア諸島東部からニューギニア島、ソロモン諸島及びオーストラリアに及ぶ。英語名コカトゥーは、この鳥のマレー語での名前であるココドシワに由来している。オウムはその特徴的な関羽と湾曲したくちばしから即座に見分けることができる。 オウム化で最小の種である、オカメインコは小型の鳥であるが、オウムネオムはインコよりも大型である。羽毛は一般にインコと比べて、あまりカラフルではなく、主に白色ないし灰色か黒色をしており、缶や砲内潮派などに、彩色のある部分が存在する。バタンインコの仲間は11種の白色の羽毛を持つ、オウムからなり、より小型のオウムの仲間であるコレーラを含む、 これらに近い関係の系統に、ピンクと灰色を押した桃色インコやピンクと白色のクルマサカオウムがある。黒オウムの仲間の5種は、大型の黒色をしたオウムである。残りの3種、大型で黒い羽毛のヤシオウム、主に灰色の赤サカオウム、そして小型でオウムネ灰色のオカメインコは、これ以外のオウムたちと進化における初期の未解明の分岐を通して関連している。オウムの植生は、 種子、海景、休形、果実、花や昆虫からなっている。群れで採植することが多く、とりわけ地上で採植する場合に大きな群れを作る。一メス数尾でつがいを作り、軌道に映像する。一部のオウムは、居住環境の喪失、ことに映像に適したホラを持つ、大きな成熟した樹木の伐採による悪影響を被っている。逆に言えば、この結果、 人為的な環境の改変によく適応した一部の種が農業において外調と考えられている。オウムはペットとして人気があるが飼育することは容易でない。オカメインコの場合は飼うことがとても容易なためペットとして非常に人気が高い。大規模な野生種の捕獲による違法な取引によって絶滅に瀕している種もある。コカトゥという語は17世紀に遡る。 その起源はこれらの鳥のマレー語の名前ココトゥービィナイシ、ココックトゥーアがオランダ語のカケトエを経て伝わった。17世紀には、カケイト、コカトゥーミや、クロカドウなどの別称もあり、その他ココトアや、ココトゥーなどは18世紀に使われていた。これらの別称は学名において、カヤ族を表すカカッテユデイやカキャトジュアにそれぞれ使用されている。オーストラリア英語やスラングでは、 秘密であったり、違法な、行いに従事する者が、見張りを命じられた人物をコカトゥーと呼ぶ。また、小規模な農家のことを、滑稽めかしたり、軽い部別を込めて、しばしば、コーキーファーマーズと呼ぶ。現在の大向かを、最初に、インコ化したシデいの赤として分類したのは、1840年に、英国の自然学者、ジョージ・ロバート・グレーである。この時、 カキャトシは属は初めて属として記載された。このグループは様々な専門家たちによって変わるが悪、トガと考えられたり赤であると考えられてきた。アメリカの鳥類学者、ジェームズ・リー・ピーターズは1937年の著書チェック、リスト・オブ・バーズ・オブ・ザ・ワールドにおいて、また1990年には、おおむめの専門家である、ジョセフ・フォーショーが1973年に、これらを オウムカとして分類していたにもかかわらず、シブリーとモンローも、またオウムわカとしての位置づけを維持した。その後の分子分岐学の研究によって、オリジナルのインコの祖先からの最も初期の分岐が、ニュージーランドのインコであるミヤマオウムカであり、これに続いて、現在では、明確にグループ内主単系統群に分類されている、オウムカが分岐し、これ以外のインコが、 南半球への適応放散によりパラキートや混合インコ、貧インコ、ボタンインコ、そしてその他のインコといった様々なインコ化の種へと多様化していったことが示されている。オウムの種の相互の関係は現在でも完全には解明されてはおらず、また現時点でのデータはこのトガを赤に分割することを支持していない。とりわけ赤坂オウム。 オカメインコの位置づけは厄介なな問題となっているオーストラリアの農夫にしてアマチュア鳥類学者であるジョン・コートニーは1996年にこれら2種の鳥のヒナが餌をせがむ時に頭を振る様子が他のオウムとは異なりむしろインコの種に似ていることを観察している1999年にアメリカの研究者であるデイビッド・エム・ブラウンと キャサリン・エイトフとはミトコンドリア DNA の塩基配列の比較から、この二つの種が白色オウムよりもむしろ黒オウムによる密接な関係があることを発見した。このことは、オーストラリアの鳥類学者、リチャード・ショッテによる、かかっていア赤を設けて、ここに赤坂オウムを白色オウムと共に分類するという提案と対照的である。また、 研究者の DWI アストゥーティによるオームの DNA におけるベータフィブリノ原遺伝子断片の分析でも同様に赤坂オームをここに分類している。イアリフィス属、ラファクロア属及びカキャトシュア属は明確で議論の余地のないグループ内子単系統群を形成する。この単系統群に属する種は白変種であり、また性的二型性を示すことはない。 イアリフィス族をこの他の族のベーサルとすることで、さらにまた、ラフォックラウィ族とカキャトシュア族を互いに直近の関係とすることで、この単系統群内での関係は確立したものとなっている。カキャトシュア族はさらに、ライクメティスア族とカキャトシュア族へと分割される。紛らわしいことに、このホワイトコカトゥという5話族全体のみならず、この単系統群全体を指す名称としても、 使われている。残りの6種は、羽毛の大部分が黒である。これらのうち、ヤシオウムはそれ自身で、単独のプロバーセガー属を構成しており、オウム化の最も初期の分岐の系統を引いている。キャリプトリンカス属の5種のオウムは一般に、黒オウムとして知られており、これらは2つのア属、キャリプトリンカスア属とザンダー属マイナスに分割される。前者のグループは、性的に色性であり、 メスは特徴的な島模様の羽毛を持つ。さらに、二種は、ヒナどりが餌をせがむ時の鳴き声の違いによっても特徴を付けられる。オウムの化石記録は、一般にインコのそれに比べるとかなり限られており、オーストラリアのリバース例の初期中心用の体積から発見されたわずか一種類の真のオウムの祖先の化石が知られているだけである。断片的ではあるが、 この遺物は、ヒメテンジクバタンやモモイロインコによく似ている。また、メラネシアのニューカレドニアやニューアイルランドでは、カキャトシュア族の種の骨の半化石が見つかっているが、これらは初期の人の進出によって絶滅したもののようである。オウムの進化と系統発生に関して、これらの化石からわかることはかなり限られてはいる。しかし、リバースイの化石によって赤の分岐について、 何らかの仮説的な年代決定ができるのではないかと期待されている。ヤシオウム強力なくちばしと赤い方をしている。体長は5560センチメートル、体重は910,200グラムあり、最大のオウムである。西オジロ六郎生む飼育係とタロンガ動物園にて、シドニー、オーストラリア飛行中の車坂を生む、オーストラリアのタロンガ動物園にて飼われている、キバタオンが、 その管理をディスプレイしている。米国にて、オウムは全般にずんぐりした体つきをした。オウム目の中では中型から大型の鳥で、その大きさは体長3060センチメートル、体重300、1200グラムに及ぶ。ただし一種類、オカメインコは、他の種よりもかなり小型で細身であり、体長は32センチメートルあるが、これにはその先細の長い尾羽が含まれる。 また体重は80から1 0 0ムである。頭頂部の動くカムはべてのオウムに存在するが、多くの種でそれは花々しいものである。飛んでいた鳥が着地するとき、あるいは興奮しているとき、このカムは起立する。オウムは数多くの特徴をインコと共有しており、この中には特徴的なカーブした形状のくちばしや、大使足の足の内側2本が前方を、 残りの2本が後方を向いているなどがある。また一方ではオウムに固有の特徴も数多くあり、例えば胆のが存在することや、その他のいくつかの解剖学的な細部、またインコに見られる、明るい青や緑を出現させる、羽の大工テクスチャー組織が欠如していることなどが挙げられる。インコと同様に、オウムも短い足に強力な鍵詰爪を持ち、よたよたと歩き、 枝を上り下りする際にはしばしばそのくちばしを第三の手足として使用する。全般に高速飛行に適した幅の広い長い翼を持ち、桃色インコの記録ではその速度は時速7 0トルにも及ぶ。黒オームの仲間、キバタンのような大型の白色オウムやクルマサカオウムなどはより短く丸みを帯びた翼をしており、ゆっくりとした飛行をする。つがいの赤サカオウム。 オーストラリア、ニューサウスウェールズ州にて、オウムのつがいは、生涯を共にする。オウムは大きなくちばしをしており、休息中に上下のくちばしを擦り合わせることによって、これを鋭利に保っている。くちばしの中で、筋肉の発達した大きな舌の助けを借りて、種子を巧みに操ることで、種子の殻を取り除いてから食べることができる。殻を剥くときには、 下側のくちばしは圧力を加え、下が種子を適切な位置に固定する。そして上側のくちばしが金床の役割を果たす。頭蓋骨の目の領域は、くちばしを横方向に動かすための筋肉を保持するように強化されている。オスのオウムのくちばしは一般にメスのそれぞれの対応する分より、わずかに大きいが、ヤシオウムにおいては、この大きさの違いが際立っている。 オウムの羽毛は、インコのそれに比較した鮮やかな色彩に欠けており、ほとんどの場合、種によって黒、灰色ないし白のいずれかである。多くの種でその羽毛に、大抵は黄色、ピンクあるいは赤などの小さな彩色の領域があり、これらは通常、カンウカオバネに見られる。桃色インコと車坂オウムは、もっと広範囲にピンクがかった色をしている。多くの種が、 目の周囲や顔にプリローサルミックリングと呼ばれる明るい色彩の皮膚が露出した領域を持ち、中でもヤシオームの赤い皮膚が大きく露出した部分が最も広範囲にわたり、顔の一部をカバーする。この他にもずっと狭い領域ではあるが、天軸パタンやルリメ大白オームなど白色オームの一部の種でも顕著に見られる。ほとんどの種でオスとメスの羽毛はよく似ている。 メスのオカメインコの羽毛は、オスのそれより鈍い色をしている。しかしながら、最も際立った性的苦手性は、赤坂オウムとキャリプトリンカスア族の2種のクロオウム、すなわち赤オクロオウムとテリクロオウムに見ることができる。交際の色が死ゆで異なっている種がいくつかあり、桃色インコとクルマ坂オウムのメスでは、ピンクないし赤であり、また、白色オウムのいくつかの種では、メスの交際は、 赤滑色である。すべてのオスの交際は暗滑色をしている。大白オウムが左足で金所の甲子を掴んでいる。鍵詰爪鱗のある肌、大肢足の内側2本が前方を、残りの2本が後方を向いているの様子が見て取れる。オウムは1日を通して頻繁に歯繕いすることによってその羽毛を維持している。自分の羽根を少しずつ噛むことで、埃や油を取り除き、 羽枝を再整列させる。また他の鳥の自分では届かない場所の羽をつくろってやることもある。オウムは背中の下部にある羽視線から羽油を分泌して、羽を自分の頭やすでに油のついている羽で拭くことで、これを羽に塗布する。四粉は腰部にある専門化された羽毛によって分泌され、オウムが羽づくろいすることにより全身の羽毛に分配される。関羽は、 非常に時間のかかる複雑な過程である。クロウームはその風切り羽を一度に一本ずつ置き換えているように見える。その関羽が完了するには2年を要する。この過程は他の種でははるかに短く、例えば桃色インコや天竺バタンではその風切り羽全部の関羽に要する時間は6ヶ月前後である。オウムの鳴き声は大きく耳障りである。この声には 互いに個々を識別できるようにすることや、仲間に捕食者の出現を警告すること、自分の気分を知らせること、群れのつながりを維持すること、そして巣を守るための警告などいくつもの機能がある。特定の鳴き声の種類や鳴き声の使い方は、種によって異なる。例えば西尾寺六郎生むは15種類にも及ぶ、鳴き声を使い分けるのに対し、クルマ坂を生むなど、この他の種は、 もっと少ない。一部の種は赤坂オウムのように比較的静かであるが、最食の際に低くうなるような鳴き声を出す。ヤシオウムは鳴き声の他に棒で枯れ枝を叩いて、長距離のコミュニケーションを行う。またオウムは何かを警戒している時には、特徴的な収集という音を出す。白ビタイムジオウムはインドネシアのタニンバル諸島のみに生息する。わずかに野生化したカイドリが、 シンガポールで見られる。オウムの分布はインコのそれに比べるとはるかに限定されており、自然界での生息はオーストラレーシアに限られている。野生では21種のうち11種がオーストラリアのみに分布しており、さらに7種がフィリピン諸島、インドネシア、パプアニューギニア及びソロモン諸島のみに分布する。興味深いことにボルネオではオウムは見つかっていない。 三種がニューギニアとオーストラリアの両方に分布する。中には広範囲に分布する種もあり、例えば、モモイロインコに関して言えば、ほぼ、オーストラリア全土に分布する。ところがこれ以外の種は、例えば西オーストラリアのボーダンクロウムのように、大陸の一部にしか分布しないものや、インドネシアのタニンバル諸島にしか分布しない、シロビタイジオムのように当初に限定されたグループなど、 狭い分布域にしか生息しない。中には、偶発的にニュージーランドやシンガポール、香港、パラウのように、その本来の分布域以外の地域に移入された種も、あるし2種のオーストラリアサンジオームは、オーストラリア大陸の中で、本来の分布域ではない地域に移入された。オームは、鉱山性の樹林帯からマングローブにまで、至る、広範囲な居住環境に生息する。 しかしながら、すべてのタイプの環境に生息する種は存在しない。桃色インコやオカメインコのように、最も広範囲に分布する種は開けた土地に特化しており、草の種子を採植する。彼らは大抵非常に移動性が高く、早く飛ぶことができ、また否定着性である。鳥の群れは、種子や、その他の食料源を探したり、食べたりしながら、内陸の広大な領域を渡ってゆく。 干ばつによって、これらの群れはより乾燥した地域から農耕地へとさらに追い立てられることになるだろう。この他のテリクロウムのような種は森林地帯、ウリン帯、寒木地や山岳地帯の樹林にすら生息する。赤オクロームはマングローブに生息する。そして、ルソン島北部に分布していないのは、ここでのマングローブ林の欠如に関係があるのかも、しれない。 樹林に生息するオウムは一般に定着性である。というのもここでは食料の供給がより安定的で予測可能だからである。様々な種が人間によって改変された居住環境によく適応しており、農耕地やまた雑踏した都市部ですら見ることができる。オウムは中高生であり、食料を探すために日光を必要とする。彼らは早起きではなく、 むしろ日光がそのねぐらを温めるのを待って餌を探しに行く。すべての種が一般に高い社会性を備え、ねぐらにつく時や採食、移動に際してはカラフルで創造し、群れフロックを作る。この群れの大きさは食料の状況によって変化し、潤沢な時期には100羽かそれ以下の小さな群れを形成するが、干ばつやその他の逆境の時期においては、 数千から数万羽の群れにまで膨れ上がることがある。キンバリーでのある記録には3万2千羽の赤ビタイムジオームの群れのことが記述されている。開けた土地に生息する種は森林地帯に生息するものよりも大きな群れを作る。大抵の種はネグラの場所から餌場までの間、長大な距離を移動するかもしれないが、それでもすべての種はネグラの近くに水場を必要とする。 オウムの水浴びには特徴的な方法がいくつもあり、雨の中で逆さまにぶら下がったり飛び回ったりする、あるいはまた、樹幹の濡れた葉の中で羽ばたいたりすることもある。野生の天軸バタン、パースにて、右の鳥は餌を探すため、長いくちばしを使って草を掘り返している。オウムは様々な範囲の植物性食物を主として摂取する、融通の効く食べてである。 すべての種においてその食事の大部分は種子によって構成され、その大きく強力なくちばしによって割って食べられる。桃色インコ、ジオームやクロオームの一部は、主に地上で採食するが、これ以外の種はほとんど木の絵で採食する。地上で採食する種は、群れで餌を漁る傾向があり、種子が集中している場所では密集した小ゼリいをする、グループを形成し、 種子がもっとまばらに分布している時には分散したラインを形成する。また、採色するには視界が良好な開けた場所を好む。姫天軸バタンと天軸バタンは開墾屋根を掘り返すための長く伸びたくちばしを持ち、また車坂オームはダブリグリをねじって引き抜くためにこの周囲を円を描くように歩き地下の部分を取り除く。ほとんどの種は 樹環の中で餌を探す。これはオーストラリアの乾燥地帯の自然の特徴であるセラタニーを利用するためである。これらの樹木製果実の果肉はほとんどの生物種にとって近づきがたく、このために主にインコとオム、そしてもっと熱帯気候の地域では月肢類によって収穫される。より大型の旧果は小動物には頑丈すぎるが、 オウムの大きなくちばしなら開けることができる。ナッツや果実の多くは餌を探しているオウムの重量を支えられないような小枝の端に実る。そこで、ウムは間をたわめて身を引き寄せてからこれを足で保持する。オウムは種によって幅広い範囲の食物を食べる万能選手であったり、また特定の食物に特化したスペシャリストであったりする。デリクロウムはアリカスウォーリーナ族の休暇に、 特化しており、特にこの中の一種類という。飼育にあたっては、インコやオウムについて、十分な経験を積んだ人物が世話することが、最も望ましい。オウムは、社会性動物であり、その社会性に対する欲求を満たすことは容易ではない。そして、一輪でカゴに長時間入れられていれば、苦痛を感じることだろう。クローオウムが飼育されているのを見ることは、 白色オウムに比べて稀である。黒オウムはヨーロッパの動物園では稀にしか見ることがないが、これはオーストラリアでの野生生物の輸出規制によるためである。これらの鳥はオーストラリア政府からの貸し出しによって獲得されたものである。オウムは大抵その飼い主に対して、また時には他人に対しても非常に愛情豊かであるが、またその世話には大変な手間がかかることもある。 さらにまたその好奇心は極めて強く、このことは彼らがいじり回し、かじり、分解し、そして破壊するための対象を安定的に供給しなければならないことを意味する。飼育家のオウムは退屈でいることに苦しむかもしれない。このことは、例えば毛引きといった情動行動につながることがある。このようなオウムの毛引きは身体的な理由よりはむしろ神性の理由である。 傾向がある。これ以外の大きな欠点として、極めて強い力で噛みついて、ひどく痛い交渉を与える能力や、ほとんどの種のオウムが波外れた、つんざくような叫び声を持った、非常に、やかましい鳥であるという事実などがある。オオバタンなど、カキャトシュア族の白色オウムは、これらについて、最も問題の多い鳥である。すべての種のオウムがその羽に微細な粉末をつけているが、 これが特定の人たちにアレルギーを引き起こすことがある。一般に、桃色インコや白微体重オウムなど、より小型のオウムの方が、はるかにペットとして飼うことが容易であると考えられており、前者の方が大型種のような大きな金切り声で叫ぶ、傾向が少ない。オウムの中で最小の種であるオカメインコは、最もポピュラーなペットであり、また最も飼育の容易なインコである。 そしてまた、様々な色がありの変種をペットショップで入手することができる。ペットのオカメインコ。明るい黄色とオレンジ色の頭部からオスであることがわかる。オカメインコは体長が約32センチメートルで飛び抜けて軽量のオウムである。大型のオウムは30年から70年生きることができ、種類や状況によってはこれ以上生きることもある。また、 オカメインコは20年ほどの寿命である。ペットとしてオウムを飼育する場合、飼い主は長期間にわたる責任が生じるが、その長命はペットロスの事例を低減させることから有益な特性であると考えられることもある。飼育されている最も長命なオウムは、シカゴのブルックフィールド動物園に住んでいるクッキーという名前の車坂オウムで2009年に76歳を、 迎えた。サンディエゴ動物園で飼育されていたスタン・カーベン大王という名前のオーバタンは1990年に死亡した時点で69歳に近い年齢であった。またあるヤシオウムはロンドン動物園で2000年に56歳を迎えた。しかしながら、はるかにもっと年齢を重ねた鳥に関する逸話的報告が存在している。 シドニーのトムはグリーズポイントの有名なキバタンであった聖域ベネットは100歳かそれ以上の高齢であったと言われている。彼は羽を失っており、その生涯の大半を裸で過ごした。あるヤシオームはオーストラリアの動物園で80ないし90歳を迎えたと言われておりまた1904年にオーストラリア中央部で数にいるところを捉えられた赤火タイムジオウムが 1970年代末期にまだ健在だったことが報告されている。2010年2月にセブ島でアーサーという名前の白色オウムが90歳であるという主張がなされた。彼はセブ島のダラギュテの家族と数代にわたって暮らした後、セブ市動物園に持ち込まれた。時売り動物園などのバードショーで調教されたオウムを見ることがある。彼らは全般に 他の鳥に比べて食物による動機づけが弱く、中には撫でられることや称賛されることの方が、食物よりも強い動機づけとなっている鳥もいるようで、ある。オウムはパロットハーネスを着用するようしつけることができる場合があり、これによって飼い主はオウムを屋外に連れ出すことができるようになる。オウムは一般的には高齢者福祉施設において、 動物界材療法に利用されている。オウムは音楽的な音に明瞭な反応を示すことがしばしばあり、鳥がポピュラー音楽に合わせてダンスする様子を示す映像が無数に存在している。スノーボールという名前のあるキバタンに対して2008年に実施された研究によれば、この個体が明らかに表紙を取る能力があることが示された。オウム。 大型インコが日本に輸入されたのは、かなり古く、記録に残っている最古のものは647年に、金春秋と共に、白木から献上され、656年には、ケンクだらしの南馬国桂らによってももたらされており、その後もたびたび輸入されているようである。江戸時代に入ってからは、将軍、大名家で飼育され、庶民の見せ物小屋などでも見られるようになった。 ハンガリー出身の芸術家、ヤコブ・ボグダーには、好んで鳥をモチーフとした画家で、オウムを描いた作品もある。また、オランダ人の画家、メルヒオール・ドンデクーテルの鳥の商品群の中にも、無数の他の鳥と共に描かれている。英国の画家ジョセフ・ライトの空気ポンプの実験では、不運なオウムが主題として扱われているが、このオウムの運命は、絵からではわからない。 1883年に出版されたロバート・ルイス・スティーブンソンの宝島では悪役のジョン・シルバーが元の船長をあざけるかのようにフリントと名付けたオームを飼っていてオームのフリントはよくシルバーの肩を止まり気代わりにして鳴き声を上げるオームはオーストラリアの植物や動物と並んで20世紀初期の連邦建築様式における装飾的モチーフで大きな位置を占めた 英国の画家ウィリアム・ロバーツは1958年に訪れたカムデンタウンのペットショップでインスピレーションを得てザ・コカチューズを描いた。この作品はテート・ギャラリーに展示されている。アメリカ人の芸術家、彫刻家のジョセフ・コーネルは紙を切り抜いて作ったオウムを作品の中に置くことで知られていた。 オーストラリア首都特別地域政府は1997年2月27日に赤坂オウムを公式な動物賞賞に採用した。短命に終わった格安航空会社のインパルスエアラインは木バタンをそのユニフォームと機体のマーキングに採用していた。ヤシオウムはユニークなくちばしと顔の彩色を持った鳥であるがワールドパロットトラストはそのシンボルにこのヤシオウムを使っている。 1970年代には2つの刑事ドラマがペットのオウムを連れた主人公を登場させている。1973年の映画セルピコではアルパチーノがペットに白色オウムを飼っていたし、テレビ番組の刑事バレッタではロバート・ブレイクが青めきバタンのフレットと共に登場した刑事バレッタの人気は1970年代。 後半のペットとしてのオウムの人気の高まりとの一致が見て取れる。オウムは広告において繰り返し使われている。あるオウムは2008年のコカトゥー、リッチワイナリー社による人を送った広告キャンペーンに登場している。ありがとうございます。